お願いします。ふたげだ、ありがとうございます。多分俺そんないなかったと思うんだけど、一応900もうくっちゃくちゃごめんなさい、髪を俺はくしゃくしゃに丸めてしまうあれなんですけど、908番実際多分そんないないと思うんで、パチンコなんかされんじゃない、まあ、カイ・ジー・イネアシャは打ったから次下毛かな、順番的に世界線超えるか。じゃあよし、何取れるかな、本当に。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、おはようございます、おはようございます。最後カイジシュッターゲー、どっちか。うわ、カイジめっちゃ取れるやん、余裕で取れるやん。じゃあ下ゲーいくか。下ゲーまだ動画打ってないんで、おー、いけますね、空いてますね。下ゲーいきましょうか。あ、角いきます。まあちょっと、まあプライベートでちょっとだけ打っただけなんで、数まあ完璧には把握しないですけど、まあ原作面白いんで、まあ下げでいきたいなというふうに思います。赤ですね、赤珍しいな。ありがとうございます、いつもです。というわけでもう今入場終わりまして、下につけてからスタートという、いやースタートということで、狂気のマッドサイエンティスト、イソちゃんがね、イソリンがね、いっぱい出してやろうかななんてことも思ってるわけなんですけどね、でまあその後に、まあパチンコパッて打って、まあ抽選悪かったんでね、まあ、パチンコパッて打って、そのと相手はそっとの方に移動しようかなというふうに思ってます。まあなんで、プラマイゼロぐらいで終われたら、まあいいかななんてことも思いつつ、本日、メガガイア高崎店さんで、気合入れてやっていきたいなというふうに思います。はい、正直今までの段階で、もうすぐ勝ってんですよ。大阪連戦あって、大阪連戦だけでも財布パンパンで、まあ正直もうほんと流れが分かるんですよね、自分でも。なんでこの流れを生かして、爆裂させてやろうかなと。もう 1% かもしんないですよ、勝てるところは。でもね、いっぱい飛んで世界線をたくさん飛んで、もう一番いいベータ世界線、アルファセファイそのいい世界線に飛んでやろうかなというふうに思ってるんで、今日も気合入れてメカガイア高崎店さんで行こう。てってるー、成り上がり。はい、というわけで、世界線越えに行きたいなと思います。行きましょう、シュタインズゲートっすね。どういう物語かっていうと、まあ、誰も知らないシュタインズゲートを目指す。違ったっけ一応スペックの説明ですね、したいなというふうに思うんですけど、まあとりあえず基本319ですね。で319で当たって 50% が右内につながります。で 4% が16ラウンド、14% が7ラウンド各辺、 23% が5ラウンド各辺で、4ラウンド各辺が 9%、ここまでが 50% ですね。ここまでが各辺につながるやつで、残り 21% 4ラウンド通常、23% 5ラウンド通常で、6% が7ラウンド通常と、かなり刻みますね。で右打ちに入ると右打ちは126分の1ですね。で 50% で16ラウンド各辺、2% で7ラウンド各辺、1% で10ラウンド各辺、で 9% で 4ラウンド各辺、3% で3ラウンド各辺で、残り35% が、3ラウンド各辺ですね。だから右も結構 50% の16ラウンドを取らないと結構もうほぼ落ちんだろうなっていう感覚になっちゃう感じで、シュタインズゲートゾーンで、メールリザレクション演出、法院強魔演出と、最強カットインっていうのが、まあ、強いみたい。まあちょっとね、俺見分けつくか分かんない。おー待って、鬼バイブってんすけど、待って待って、何めっちゃバイブってます。ちょ、あれ出てますね。あんま気にしなくていいですけどね、こいつ。ほうほう、これは疑似連かな。バコーン。ちなみにこの可愛いマクセクリスちゃん17歳ですからね天才17歳。さあゾーン入る、あ、え、シュタインズゲートゾーンじゃないこれ、多分熱いやつ入った、これ。岡部君、これで疑似連になるんですよね。はい、
はい、これで芸人さん扱いです。これゾーンって書いてあるんで、多分シュタインズゲートゾーンじゃないのかな。ダル君の天敗、はい、あ、これあれだ、知性トランジャルのポーズですね。このまま多分若干いいと思う。ブラックアウトしてる。あ、ごめん。まあこれおストーリーですね。過去改変リッチではない。ゾーンってなってるのは何なんだろう。あ、これでシャインズゲートゾーン行くんか。あ、これでですね。あ、当たったのこれ。34回転目。まあ、めちゃめちゃ熱いやつだと思う。熱いやつだと思う。激アツなやつですね。はい。ああ。ダメなの？こっからか。やばいやばい、ついていけてね。お、当たった。あ、当たった。普通に当たりましたね。はいよ。やっぱあれですね、なんかシュタインズゲートリーチ、あのゾーンは熱いですね。なんか横の方がこれと全く同じようなに前言ってたんですよ。あの犬屋さん打てた時に横の方が。でも全然当たらずに1000ぐらいまでハマってたんでダメなのかなと思ったんですけど、普通に当たりましたね。34回転で、スズハちゃん、スコ。で、まあ本当かどうか分かんないけど、ここで分岐にバーンってするらしい。はい、タイムループボーナス。タイムリープ、ごめん。ボーナス。で、ここでゲートで決めるんですよね。マジか、早いな。投資2本す。これですね。これいけば16ラウンド。これだと、もうちょっと少ないやつ。まあ、この下のパーセンテージが右打ちの期待度ですね。さあ、行きましょう。2400! おー、70% 期待度。でかい。ラグありますね。しっかり止めた方がいいと思います、これ。フェーズが進んでいくことにラウンド進んでいくみたいなイメージなんで。で、岡部凛太郎が、タイムリープ成功すると大丈夫ですね。俺が行く。これ飛べよ以外にも押せよっていうセリフがあったりしますね。行きます。赤なんで大丈夫でしょう。OK。速攻ループ持ってきましたね。やべ、はいはい。126.51 分の1で上がります。でそのうちの 50% が2000円取れるんで強力、まあ、あの奇数で転売すれば問題ないので、奇数転売させようっていう台ですね。開始するエピソード、あ、選べんのか。あ、てかそうだな、俺前確かここからやったんですよ。ほんだらいきなりクライマックスやったからびっくりした。最初からいきますか。さあ行きましょう。右打ちだ。あ、もうなってますね。ハッキングトゥータゲート、神曲です。これ消化は結構早いで、結構球が減っちゃいます。なんで、まあ、止め打ちとかもしかしてあればやった方がいいのかもしれん。まあ、僕は打ちっぱにします。多分こういう青とかは良くないんだよな。やばい、こういうのが危ないんだって。偶数転売は良くないです。本当にいらんぞ。滑れ。うわ、やばい、速攻ですね。やばい、シャイニングフィンが来た。偶数転売はもう太郎、いやー、やばいですね。速攻行かれたかもしれん。さあ、敵あったもんね。逃走ルートを決めろ。まあ、校舎に行動いい。地下鉄でお願いします。待って、まあ、中ですね。あれ、マルシーの階級止まっちゃってる。あー、あったな。あったあった、ナチーな、これめちゃくちゃ。やばい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 、耐えろ。リンケージ出ろ。いやー、やばいかこれは。でも危ねー、耐えたー、よかった。危ねー。はい、ラッキーアディショナルボーナス。OK、 110回転目でラボガチャンス。初めて見るな。僕速攻落ちたんでね。メタルーパー欲しい。てってれー。青やん。右打ちで決めるのか。来い。まあまあ青ルーパー。まあラウンド少ないとこ取ってましたよっていう話ですかね。怖いものばっかり見るんだ。マユシーは俺が守る。
任せろ。やべ、てか前ここでキャプツバウトにもう秒で3回転ぐらいなかったんで4回転やばいよな。相性いいかも、群馬とパチンコの相性がいいかもしれない。あ、赤いよ、いいよ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 。いやダメなのか、あ、先読みか、なるほどな、いいぞ。青じゃダメだろ、赤まで行けよ。いや青はダメだって。危ない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 、帰ろう。さっき赤出とったら何やってんあれ、やばいですね。帰ろう帰ろう、パン今じゃマックセーよしよし、これ大丈夫なんじゃないですか、もう。はい、これ回避ですね。おいは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 い、境界免除モード行きましたね。あら曲変わったんですけど勝手に、え、なにこれ、こんなボタンあんの、めっちゃ高速変動してるんですけど、わすげえ、超鬼高速変動になってます、超巻きで250回転くらい超えたらこれなのかな。なるほどね、あ、これは嬉しいですね、高速変動は。ただでさえちょっと早いですけどね、こいつ多分これできてやばいだろう。いや弱いなの、大丈夫かこれ。一応岡部くん、それはテンパりましたね。うわー良くないよこれ、絶対良くないだろこんなの。いや耐えてこれマジで。いやそうだよな、これ多分な当たっちゃったんだろうな。いやもう無理だろ、そんな取れねえよ。いや疲れていこう。はい、いや終わった、これは終わったろ、さすがにきちいか。これ回避したらもう全部回避ってことですからね。そうなんだよこれ、岡部凛太郎の声がね、マモさん、いきまーす。ああ終わった、やられましたね。宮野守さんですね、スタードライバーのタクト君の声優さんと一緒なんですよ。これまだ一応ギリギリ回避の可能性があるよっていう最後の最後ですね、ゲートアタック。うわこれ取っちゃいましたね、 35% シュタインズゲートを通し、シーナマユリを救出しろ、頼む。じゃあダメだ、1400発を1回も取れない右打ちなんか全然楽しくねえよ。くっそー弱いですな、一応3連ですね、290発で時間速攻モード、これが時短100回転。マユシ一人助けられへんならもう無理だぞこれ。さあ時間速攻に鍵がかかってますね、割れたらいいのかな、割れた、おお割れた、なんか時間速攻しましたよ、36回転目。うわこれ3ラウンド取ったんじゃないですか、大当たりは引きましたけどこれやっちゃったんじゃない、100回転に戻ったことは。これまた 35% 取ったんですよ絶対、ほらもう俺マジで群馬時短引き戻し得意だな本当に。キャプツバもそうなんだけど、はい、いや違うんだって、16取れよ、なんで 50% 取れないんだよ。おーバイブった、めっちゃバイブってる、おーラミドルホール赤まで来い、赤までバイブ、ナイスバイブ、これあれやろワン、あれやろワン、あるやろこれ、戻したやろこれ、緑保留なのか気に入らんけど、21回転目ですね。さあとりあえず奇数転敗で、これ多分エピソード入りますね。さあ行け、多分これ文字赤色あるんですよね多分、ていうか絶対ありますね、頼むわ本当に。マユリは大切な仲間よ、クリスちゃんかわいいね優しいっすよね頑張れよオカディン、オカリン金出てるから大丈夫やろ、これリンケージ出ると多分熱い、いやボタンっぽいなこれ、ボタンなのこれ、やばいかリンケージ、よし来た、行きますってよものすごいおい
おそうですよね。オッケー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 、ようやくこれで、まあ、次回大当たりも確定プラス2400発ですね。さあリンケージ、リンケージなのかリンクエイジなのかわからんか、行こう、トン、よし完璧、来い、止まれ、お願い頼む、やばい、地下鉄よ、あ、いける、いや回避した、回避した、いやここまで行ったらもう回避できるんだろこれ、まあ回避するんだけどな、ありがとう、やべえこんな出んのこれ本当に強いですよね多分、まずいまずい、行くなよ行くなよ行くなよ、あかん、やばい、怖い、耐えて、怖い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 、耐えろ、うわー終わったー、これやばいかもしれない、耐えろ耐えろ耐えろ、怖い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 、クリス、クリスティーナ、やばいこれは大丈夫だろう、滑る、よし、あーかん、なんで俺よしって言った今やめろ、クリス、クリス、セーフ、うわやばい、ゼロスーツサムスやもんほぼ赤い方で行こう、せめてタクシーですね、いや終わった、これはもう終わったわ、マジか、まあもう俺がすでにいじめイメージしてるのは時代100回転でどう戻すかっすね、これ戻したらもう本物っすよ、赤ボタン、いやきついだろうな、いける、だー、だいぶ溜めましたね今にゃーんつって、まあしょうがねえな、まあ、むしろよく頑張ってほしいよねこれ、めっちゃループしたんで、あーまだ分かんないのか、一応可能性あるのかな、いきますか、狙え、こいって、まあダメ、もうちょっとね万発っていうところだったんですけどね、まあでもこれで一応5箱っしょ、5箱パンパンなんでミッションクリアで、多分やだーい、とりあえず初級クリア、突入、まあ戻しましょうか、3回戻したらもう本物っす、何が偽物なんだっていう話だけど、 OK 行こう、おい、ミノルハリュー、ミノルハリューいけるぞ、いけるぞ、でもさ、あっかん、またけた、嘘だろ、戻すのか、残り36回転ですね、さっきはミノルでダメやったということで、あ、ミノルでバイブ込みでいけたっていう話をしようと思ったんですけど、これ、アガラに話変わってきますよ、これお前、これ、来んだろ、これ戻すだろ、これ不可逆のネクロース、あ、赤文字になりましたね、赤くなりましたね、いやこれ戻したいな、こういう名シーンシーンをリーチにするっていうところが、おー下行ったのこれやばいそのな、各シーン各シーン、まあいいシーンたくさんあると思うんですけど、それをリーチにしてるっていうのがね、制作者の愛を感じる、そして俺はまた引き戻したこれすげえなマジで、さあ反発オーバーする、多分これ曲をこれにしてるのがいいと思う、ハッキングトゥーザゲートにしてるのがいいと思う、なんかもう今までスロットでコツ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 っていうか、まあなんかやってたのがもう一瞬で出るからマジで、パチンコって恐ろしいよな本当、早えマジで、おお気になる、まだ弾出続けてんだぞ、もう店員さん呼んどいていいっすかこれいったろ、じゃあ行きましょう、すんごいすんごいじゃあ激アツのやつ行くんじゃないですか、ああ、やべえテンパってる、やべえやべえやべえ、横の方が当たるとこっちが外れるってよくありますよね、連チャン中、でもここはクリスの予感がするんで大丈夫ですね、はいドン、あ、やばい、ゼロスーツ来たー、サマス来た、ただ今ならいける気するけどね、近づいてやろお前、行きまーす、いやーもう終わった、マジか、いやこれガッションガッションは出ないのかな、絶対出ないのかな、出ないか、行きまーす、いやだよな、厳しいっすな、これ復活あんの
かな、まあ、あるだろうけど、どういう感じになるんでしょうね。行きましょう、救出します。いけ、助けて、マヨリー行きましたね。1万5000発がギリギリ、1万5030発で終了ですね。11連してますわ、おとなしい。まあ、時短生き戻しがやっぱでかかったな。もう一回赤保留出しましょう。青、赤は、青はこれ周りが、あ、変われ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 、青のままかお前は。いや、もっといけ、鈴は、鈴は止まりか、テンパイすらいかないかもしれん。でも今までなかったね、周り赤の煽りっていうのが。保留は青やけど、とりあえず、よしよし、とりあえずは行ってくれますね。いやこれ外れたらもうそれはそれでもうシュタインズゲートの選択なんでしょうがないです。この周り先赤になるのも確認したんで赤にはならんのね。マンホールやしな。いや戻しましょうよ、お願いします。ボタンだけど一撃だよな。終わりですね。はい、左内に戻す。とりあえずこれで一連の流れが終わったので、2連しかしてなかった時はもうちょっと通常時回そうと思ってましたけど、もういっぱい出てるんでもういいです。ここからまあスロットは行くまで待とうかな。まあパチンコはこれ箱タイプなので、もう一回流した時点でまたパチンコに戻るっていう選択肢はあんまないっすね。なんでまあもうスロットは行くまで待つか、早めに休憩取るかですかね。それもシュタインズゲートの選択なんでしたいなというふうに思います。行きましょう、ありがとう。想像以上に出てくると、成り上がり。入りましたわ。うわマジかよ、なんか恐ろしいな今日。まさかこんなことになるとはな。銀金打つときは朝から勝負至上主義のあのボルテージに上げていかなきゃダメなんだけど、いや今日はもうでも俺引くよフリーズを。ちなみに前2択フリーズ引いたのはここのお店のこの台です、こいつです、リベンジする。そして俺はもしですけど、まあ、2択フリーズ引けたらどうするか決めておきたい。もうあんな前みたいに決めずにブルブル震えて震えた手で押した2択が当たるわけねえだろって、そんな甘くねえから。だったら自信持って最初から決めてこういった方がいいっしょ、絶対そう。どうしようかな、右左どっちがいいと思いますか。左、じゃあ僕右行きます。嘘嘘嘘嘘
じゃあ、まあ、いやでも俺もやっぱり中押しでもう一回リベンジしたい感はあるんよ。いや嬉しい、マジで。まだお昼12時にもなってないぐらいなんですけどね。あと当たり2回でマイナス1000枚いっても諦めた感じですかね。わかるわかるわかるよ、その気持ち。駆け抜けるもん基本的には。おお、マジか、上行きましたね。短縮しないのに 10% 取れましたね。俺はこの街に押しつぶされそうだ。チャンス目、いやー追加、まあ、33% 短縮してくれ。追加ちょっといけ、行ってくれ。うわーダメだ。まあこれ残念ながら多分緑かな。 10% 取れたら上行きますけど、なかなか取れないんで。いやーまあそうだよな。さあ緑で最終局面、まあこれは当たんないっす。来い。お、優越から出た。マジか、ミドルで当てる。多分 4% とか出ないかな、あのザワ1回で。うわ、これ当たりましたね、多分。赤帯で投資この台で5本ですね。カットイン次第いきます。まあ大丈夫だろうな、これは。 OK、 ボタンまでなんで OK。ズルするな、まったく。というわけで404ゲーム、僕自身では5本しか使ってないです。1回目の周期で一発目の当たり、これは今日あるかもしれん。蔵前倒す。さあ来い、しょっぱな大量ゲーム数持ってこれるように頑張ります。さあ行こう、悪魔の誘惑。まあここは絶対いきますね。この後超えられるか、突破。はいはいはい、来い、いける。うわー、危機的状況。いただきます。どうですね。さあ行きましょう、エレッジロード。この台のすごいところはね、めちゃめちゃ苦労させて入れた ART が廊下歩くだけで終わっちゃいますからね。本当にこんな恐ろしいことないっすよ。まあでもレア役1回ヒゲなんで素晴らしい。これは幸先が悪いな。おお、リノック1段階じゃなんとも思わんよ。2段階、うわいな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 い、言ってくれたら65536、マジ最高なんだけど。そうだよな、そりゃそうだよな。休め、ボーナスあってもおかしくないな。ああ、これは短縮止まりか。はい、短縮はしてくれましたけどね。皆さんの力をお借りしてください。いやー、これ大丈夫ですね。おお、リロック、赤まで行くこととかあるのかな、これ途中から。また2段階来た、いけ、プチュン。うわ、チェリー引きましたね。これめちゃくちゃもったいないですね、ここでのチェリー。ここでチェリー引いたら全然あったんですけどね。おー、マジかよ、2回目当たって取れましたね。これ1本いくんじゃない、これ。あ、行きましたね。 OK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 、 当たりましたね。行くぜ、ドド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 ドはい、おー、レア君。さあ、スイカ行きましたね。これレア君いたら乗るとかねえのかな。あ、乗りましたね、ラッキーラッキーラッキー。これで100ですね。ここも続け、150あるとめっちゃ強いぞ。いけいけ、あー100ですかね、さすがに。耐えろ、ろうそく消すな、耐えろ。あー、まあ100ですね、行きましょう。いい音、いい音なんだわ。最高、今まで1日打って供託金1回とか2回とかばっかりだったのに、なんか今日やれそうな気する。よし、供託金いきましたね。 OK、 チャンス目から一発供託金。よし、ではまあ多分これ相手最上ですかね、いきましょう。本日一発目ですね、緊張感来い。さあ行くぞ、まあ一番中途半端なやつですね。
目標は200アップさせます。いきます。そしてザワリップを引きまくる。10弱い。よし、いけ。あー惜しい。ストーリーいけばいくほど、勝率が上がるので、ストーリーというかエピソードアップだ。まだまだ全然足らん。これはこれいけばいくほどめっちゃチャンスなんですよね。行ってくれるんで、こうやって。よし、いいぞ。ほいよ、30アップアップだ。よし、これとりあえず100は乗りましたね。まだまだ、まあ、危ない。アップ、うわー、100で行きましたね。一応1段階行った状態。いきます。さあ出しちゃえ出しちゃえ。なんでそんな手に入れあったんだお前。取れる、来い。よし、とりあえず100ゲームロンですね。これでチュン出すか。我慢せえや。 OK、 行きましょう。当たり前やろお前、麻雀なめんな。100ゲーム OK、 最後残り132ですね。よし、今日なんか調子いいな。初当たりも軽くて強打金も一発勝ちよ。だから俺はでもクラマイトやりたいから、もうあんな最上なんてザコどうでもいいんだよ。このジジイだよ、倒さなきゃいけないのは。悪いやつだからな。よし、いや、いいチャンス目。いやーし、来い。結構な確率で 50% 超えてる気がするよ確か。さあチャンスのようですねと。当たり前だろ、熱いの。うわ弱い、大丈夫か。耐えろ、頼む、お願い。まだ外しましたね、チャンス目。マジか。いやー、行きましたね。この雷を落ちてくるナビ多ければ結構前兆としては強いんですけど、これは弱いですね。熱そうなんですけど弱いです。おお、リル君2段階、まあ1段階ではそれでも十分。うわー、スイカやめろよ。よし、よく引く。横を言えばチェリーがよかったけどね。いや、行ったらこれは弱くない回数。チャンス、はい、チャンス、 OK。 これは行田金かな。あー、あれ、長い長い長い。おお、銀さんのエースですね。 OK 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 OK。 一緒に何かと思った、銀を行くんかなと思ったんですけど、とりあえずこれで2回目の行田金ものですね。食おうぜ、クラメ来い、倒してやるよ。これで来いよ、シャキッと。ほら全然、まあ、全然倒せやんけど、あ、全然いけるから。エピソード3までいけばいけるんで、いきます。ボッコボコにしてやるわ。これを引きまくる。ライブ的に進んでる可能性があるんで全然いけるぞ。マジボッコボコにしてやる、ほんとに。いつも負けてるけどな、アップせんな。アップじゃ少ない少ない。アップだ、サンクルアップ欲しいよ、サンクルアップ。進め、いやー、エピソード進まんねー。30アップ全然足らんよ。これどこまで続くかっていうのが分かんないですよね。さあ10アップ、まだまだアップよ。よよ、あ、アップだ。なぜアップしない、アップ。嘘でしょ、何引いた。これボーナスかな、ボーナスっぽいですね。どうなるこれ。どうなった、分かんねえ。行田金中のボーナス俺初めてなんで分かんない。どうなるんだろう、消滅はしないよねさすがに。価値格なのかな。まあいいか、とりあえずラッキー。オッケーオッケー、まとまって出れば取れますね。それかこのボーナスの最後の方でエースに入るのかな。で強打金消えてますもんねこれ、大丈夫かよ。成り上がり改良力初のクラマエ倒し。今まで3つは打ってきてクラマエ1回も倒してないからな。
さあ発展、あそうですね、やっぱ別ですね、これはこれは強打球関係ないやつ、あれ強打球消滅したらマジやばいっすよね、この台。いや弱いか、ボタンもないですね、まあ弱いですね、これは成田ブライアンやられましたわ、ブライアンじゃないわさあ604枚、まあ一応上乗せはちょっと入りますね、はい、あそういうことなのか、強打金強制終了で190ゲーム獲得、これがえ、なんで190もあるの、チャンス目でそれが乗ってたってことかな、まあとりあえず上乗せっすね、え、でも食らないよ、ボーンって倒したかったんですけどなんか結構遠回しに倒しましたね、オッケー、とりあえず残り232ゲームまで行きましたね、まあでもあいつのやられた面を見るまでは俺満足しねえけどな、あんな手の強制勝利とかはちょっとちげえ、だから今もう800万売れてますけど、だいぶ成長しましたよね、もう俺銀金打ったら絶対7番コースで負けてましたからね、もう今では投資5本で決めてますからね、成長したよマジで、900万入れてるんで十分ですね、これでまた次のハマりを目指せる、いやー駆け抜けましたね、まあチャンス目チェリーいけないとこうなってしまうのはもう分かってることなんでしょうがない、まあでも2人倒せたんで OK ですね、よかったよかった、ここに1ってなってるのがすごく嬉しいですね、まあガーンって倒したわけちゃうんですけど、ボーナスいて無理やり倒したんですけど、それでも一応勝利は勝利なんで、行っていいぞ、ダメか、おお、行きましょう、行きましょうね、 50% 取ってくれ、よし、これは多分行きましたね、チャンスアップ出たんで、ここ欲しいな、はいよ、ここでもパス3色して上に持っていけば当たれ、当てれます、というわけで行きましょう、分岐頼む、 10% ドン、行っていいぞ、モルダクドン、おお、いった、 10% 取りましたね、赤行きましたね、よし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 、ここからはベルの半分、過半数ぐらいでベルコムしてもいいですけど、半数ぐらいでザーリップに行くと、これでもいい、あ行かないか、あ行きましたね、 OK、まあ、どっかでは取れるでしょう、あとベルザーリップというかザワゾロイの1回でも1回の期待でもすげえ高くなってます、よし、いいよ、まだまだまだ、もっと行こうもっと行こう、足んないっす全然、あっつ、チェリー引いちゃった、これはいったろさすがに、あんなしれっとチェリー来ましたね、チェリーめっちゃ重たいんで、ね、これで1000分の1が1032だったっけな、大体それぐらいだったんですけど、 OK とりあえず行きましょう、頼むぞ、タイトルめっちゃ普通っすね、 OK チャンスアップ、いやー大丈夫やと思うけどね、来いボタン、カットイン、赤、青、ボタンもない、マジでいけ、よし、間がエロい、ボタンなしで勝ちましたね、よし286ゲーム比較的早いですね、なんかチェリーのおかげ感ありますけど、まあ赤だったんで OK、 行きましょう、駆け抜けないように頑張ります、突破、ここも俺が行ってくれ、いやきついか、おいったー、ラッキー、これ嬉しいですね、行ってくれ、この死神のチャッチさ、おすんごい、全制覇しろ全制覇、行ってくれ、いけ、あーやばいか、耐えろ、これいけ、いけるー、いけー、あー丸も150ゲーム超出来、こんなん今までやったらできんかったからね、オッケーオッケー、これでまあ初当たり3回目ですよ、磯丸からしたら
よし、下バネパインパインになって激アツ強タッキンチャンス。これはまあそうでしょう。オッケー、これは取ったろ。よし、さあ来いよ中条、来い中条。勝率もめっちゃ高いね中条は。強タッキン、よし最後誰でもいいぞ、かかってこい。ちょーい、来たか。裏前のヘガミスから夜飯終わります。嘘でしょ。今日一日倒せなかったら、ヒソさん自腹の夜飯。まあ普通やな、それは。OK、なるほど。蔵前を正当で倒すってことだよね。ボーナスとかじゃなくて。OK、任せろ。ほんならもう、これでもう何、ミッションの関係なしに全部やっちゃっていいの。OK、OK。最後、来いよ。行きます。いやー、エピソード進め、エピソード。アップだ。積みまくれ、肘の高さどころじゃねえぞ、もっと積め。エピソード、いやー行かないっすよね、なかなか。ただ内部的にエピソード言ってる可能性があるんで、全然 5% じゃない可能性が。 OKOK、 これでとりあえずこの視点でとりあえず勝率は 5% から 12.5%、 12% ぐらいに上がりましたね。 OKOK、 まだまだっすよ、アップだ。全然全然、よし、いけ、うわいける。この点で 40% です、勝率。期待度が余裕だろ。あ、待って、まだ 40% じゃないかもな。エピソード3まで行かなきゃなるかも。流れは俺にある。よし、まだ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 、わー来ちゃいましたね。190ぐらいかな、多分これで 40%。 いや、エピソード0で 5%、 エピソード1で 12.5%、 多分今2個あったんで、多分今エピソード3だと思うんですけどね、違うかな、多分 40% だと思うんで、ここ気合入れていきます、いきます。おい、取ったのこれは、多分勝ったぞ。よしよしよし、万兵衛これ、おい勝ったら、よーおい、くらまえかかって今回積もってやるよ、第三ゲーすごいな、いける、来いよ、ボタンがないけど積もう、ほらよっしゃ、雑魚がよ、本当に。 OK、 この笑顔ね、この顔が見たかったんだよ、勝利、ついに勝ったぜ、グラマイリー190。 OK、 もうちょっと欲しかったけどね、まあ、全然 OK、 OK、 残り309ゲームですね、強い、さすが銀時、よーし、甘かったな、そんなミッション俺出しちゃいかんの。まあでもグラマイ倒したのはでかい。やーべえ、これ磯丸らしからぬ立ち回り、キンキンの引きですねこれ。いや、 やっぱ面白いな、強奪金は。なんで仮上乗せなんだよって思うけどね素直に乗れって、あの積み上げて積み上げて積み上げて一瞬でパーになるところがね、さすが勝負師匠主義、笑えないけどな、300、400とかいっちゃったらもう。怖い、お願い、もう一個だけ言ってくれ、頼む。よし、チャンス、強いの、これ強いの、店長頼む、お願い。弱い弱い弱い、ちょっと弱い、ちょっと弱いぞ、ちょっと弱いぞ、やばい、やめろ、弱い、これじゃいかない、これじゃいかない、やめろ。200ゲームぶりぐらいに引いた、チャンスもやったのに、まあしゃーれしゃーれ、569枚で終了やね、ヒザン背景ですね、で、まあ、これも嬉しいな、まあ一発しか倒せなかったですけど、大きいゲーム数乗せたんで、まあ満足。成り上がり。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、さっきね、高崎メガガヤ高崎店さんでの実践が終わりまして、でそこからエンディングということで、まあ、ちょっとホテルの方に帰ってきておりまして、まあ、明日ちょっと東京で用事があるということで、ちゃんとカメラマンにご飯連れてってもらったんで、その映像がこちら、いや映像じゃない、写真がね、まあ、こんな感じであるんですけど、まあ、鉄板焼き、もんじゃ焼きと焼きそばと、まあ、美味しかった、ありがとうございます。なんか僕にばっかり利益あってちょっとなんか申し訳ないなというふうに思うんですけど、まあ、僕もいつかねめちゃめちゃ買った時は、カメラマンにおごりたいなと、また買ったら基本おごってるんですけど、まあ、そんな感じでやっていきたいなというふうに思います。はい、で、ごめんなさい、先に終始ですね、終始いきましょう。14ですね、パチンコが2本で入って、でも速攻下に付けとかもうめちゃめちゃ出て、まあ、結構ねアニメの記憶が飛んでるところとかあったんですけど、まあでもちょっと、まあ、リーチになったら思い出しつつみたいな、撮ってるって感じで、まあ結構、まあ、時短も3回ごろしたし、かなり楽しかったかなというふうには思います。で、まあ、その後1万それで 4,5,000 発ですね、まあ、1万 3,000 発ですね、手取り取れて、そこから、銀金いったんですけど、まあ、まあごめんなさい、フリーズはちょっと引けなくて、銀大物も引けなかったんですけど、トトルは負けたんですよ。トトル負けたんですけど、蔵前に2回勝てたっていう、あそこでボーナスいけたっていうのと、しっかりバシッて倒せたっていうのでもすごい満足で、その後ちょっと追いかけちゃって、もうやめときゃよかったって感じなんですけど、まあ、なかなかあそこでやめる決心つかないんですけど、ポチコインがこの2枚でもう全滅ですね。みんな忘れちゃダメですよ、勝負至上主義、空が食われるからだよ。なんで僕今頭の先から食われてます。パチスロやってて絶対言っちゃいけない一言あるんですけど、言っていいですか。やめときゃよかった、出てた時にやめときゃよかった。追いかけちゃって、まあ、天井間際で当たっちゃって、まあ、マイナスと、ちょっと惜しかったですけどね、まあ、マイナスっすね。まあ、総投資が 1-4 で、回収がまあトータルで 5-4 ぐらい回収できたんで、まあ、プラスで終わりましたよということで、ありがとうございました。それはもうすごい感謝ですね。で、まあ、最後にちょっと今からねコメント返しの方していきたいなというふうに思います。部屋がめちゃめちゃ暑くて汗が止まらん。シスイソウルさんから、磯丸どうした、病んでいる、今新たな演者が磯丸のポジションを狙っている、それは楽しそうにしてるから、だがた初心を忘れないで、全話見てきたよ、忙しいのは売れてるから売れながら楽しめ、それが磯丸だよと、ありがとうございます。まあ、病んではないんですけど、まあ、色が多かったりとかとか表に実践できなかったりとかで、まあ、ちょっと悔しいって思うことはあるんですけど、まあでも病んではない。でもこういう声をいただけると、まあ、その僕の闇ゲーター、闇メーターとかがあるとすると、まあ、徐々に回復していくということで、本当に助かってます、ありがとうございます。いつもすみません、ありがとうございます。マメストラさん、いつかジャグオネを成功させてねとこれ無理ですよ、無理ではないんですけど、まあ、台ありき、設定ありきなところがあるんで、やっぱいい台を積もって、いい台を積もって65536ぐらいだったんで、確か65536回に1回のボーナスから始まる13連なんで、まあでもそうだね、多少の連チャンぐらいはね取りに行きたいなというふうに、手堅くディズニーでやめるみたいな、そういうのはちょっとやっていきたいなというふうに思います。これからもちょっとやっていけたらいいなと思ってます。中島龍さんですね、本当に少しお顔が遅れて、疲れている、スロパチさん休ませてあげるべき、視聴者は飽きないし離れないから、磯丸さんの体が、体調が心配やと、多分みんなそう思ってます、よろしくお願いします。まあ、体調はね案外大丈夫ですね、まあ、ちょっと移動が多かったりっていうのはあるんですけど、まあ、休みは結構もらってるんで案外大丈夫なんですけどね、まあ結構やっぱ心ないコメントが多いからズカズカ刺さるんですよね、心弱いんで僕、そういうのがやっぱりあーってあーってなっちゃうんで、優しいコメントにしてください、嘘です参考になる意見はいいんですよ、めちゃくちゃ嬉しい、まあ、多少口調がきつくて参考になる意見とか言われたら、で僕含めスタッフもあこれちょっと直さなかったとか思うんですけど、まあ、ただただ罵声浴びせられたらこっちもね、罵声浴びせるぞとはなんですけど、まだ浴びせないですけどね、まあ、ただ幸いなことに面と向かってね会いに来て直接言ってくれる方ってあんまりいないんで、やっぱり心の中で思ってるだけなのかなって、まあ、それがやっぱネットだから出ちゃうっていうのがあるんだと思うんですけど、まあ、でもそういう意見もね貴重な意見の一つなんで、取り込んでいけたらな、取り込めるところは取り込んでいけたらなというふうに思います。まあ、そんな感じで、積極的に皆さんとコミュニケーションを取れるようにしていきたいなというふうに思ってます。
そんな感じでコメント返し終わらせていただきます。また次回も動画見てください。ありがとうございました。風吹いとる時がいっちゃかっこいいね、お前。立ったらええやん、もう立ったらええやん。あ、よみがえるウルトラセブンやん。でやー、この瞬間がたまんねんだよ。はい、というわけでここまで動画見てくださってありがとうございました。ただ動画を閉じるだけじゃなく、グッドボタンとチャンネル登録ボタンも押してもらえると、すごく嬉しいので、よかったら押してみてください。ありがとうございました。